ナスです。実践2年目に入った高校の先輩後輩エリートです。懐かしい歌にオリジナルを取り混ぜてギター、フルート、鍵盤などを使い自由に演奏します。皆様に温かい気持ちになっていただけるよう精一杯演奏させていただきます。皆さんこんにちは、スターダッツです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう今、ね、紹介していただいたので、もう何もご説明することないですね。それでは始めましょう、はい、最初は、タイガースの名曲、青い鳥です。
ありがとうございました。でもいい曲ですね。いい曲ですね。次はで、ね、でも次もやっぱり昔の曲で、そうですね、多分古い方だった皆さんもね、加山雄三さんの曲で大ヒットしたんでご存知だったと思うんですけども、旅人よ、はいはい、これ最近ね、はい、急に始めたのまだ完全ないんですけど、まあ娘さんの歌を中心にしてちょっと羽織らせていきたいと思います。はい、じゃあそれでいきましょう。瞳に輝く
それでは次なんですが、もう最後の曲です。最後ですね。もう桜はね、特に終わっておりますけれども、オリジナルで桜が散る頃ロングバージョンで送り出したいと思います。実は2年前にですね、あなたのここで一人でピアノソロで演奏したの、私が38年ぶりにお会いして見に来て、そして実はこのデュエットを結成されました。で昨年、デュエットで初めてこのステージに出していただいて、今回2年間になるんですね。でずっとこの曲はあなたのオリジナルなんですけど、とっても素晴らしい曲、再会を祝して、そして卒業をね、テーマにした曲なので、ずっとやりました。で途中に、森山直太朗さんが桜独唱を挟んで演奏させていただきます。はい、はい、それではよろしくお願いします。Thank you.
最後までお楽しみください。